んにちは、いくよママです。今日は飯山のすごい有名な菜の花、菜の花を見て、でなんか運が良ければ桜と菜の花のコラボレーションが見れるっていう、私も昔行ったんですけど、そこに行きながら今日は野沢温泉まで行きたいと思います。結構ハードなスケジュールですけれども、楽しみたいと思います。あれ画面が動っちゃう。飯山に着きました。お客様から紹介してもらった割れ木工っていうところで、これから、はい、ランチをします。割れ木工さんでランチします。素敵なお店です。はい、ご飯来ました。おバグです。ステーキ食べてますね。ハンバーグじゃない、ハンバーガーだ。すごい、菜の花がいっぱい。お、菜の花公園にやってきました。実はこの T シャツ、馬白はい、馬白です。はい、大好きな江頭さんのグッズをいただきました。ありがとうございます。綺麗。すごいです。あの花が一面です。わあ、すごい。すごいです。菜の花祭り明日で終了みたいです。今日は5月4日です。長野素晴らしいです。なんとか八重桜と菜の花のコラボ。多分ここが北竜湖なのかな。どう見たらハートに見えるんだろうな。はい、野沢温泉に来ました。だからちょっと温泉に入ってから踊りたいと思います。こっから入りますか。じゃあお風呂行きます。お風呂1個目熱すぎました。はい、次2個目行きます。行きます。いや、野沢温泉のお風呂が熱すぎて、ぬるいみたいです。自分で持ってきて、そうです。じゃあお風呂入る前にやっとけば。そうです、ちょうど出た頃にね。はい、もう暑すぎるのでここを最後にしたいと思います。はあ、いや天気。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日は野沢温泉まで来ました。馬白の、はい、ロンティーと、あとこれね、取って入れて出して江頭グッズでした。はい、気持ちいいです。これから長野市内に降りていきまして、
今日もゴールデンウィークですが長野リッツに出勤したいと思います。頑張る育代ママを皆さん応援してください。ありがとうございます。